境地。人類はいつでも大自然からインスピレーションを受けてきたんだ。数々の動植物は人間とは違う感覚を使って世界の情報を捉えているんだ。つまり人間には感じることのできないことを感じ取ることができるんだ。例えば赤外線が見えたり、夜でも辺りが見える動物がいるんだ。多くのコウモリは暗闇でも飛べるようにアクティブ器官を持っているんだ。超音波を発して反射してくる音を聞いて解析することで、コウモリは周囲の物体の距離と方向を感知することができるんだ。アクティブ計測装置もこれと同じ原理を使っているよ。雲が地上を覆っていると、光学センサーでは地上を観測することができません。このような状況でも、地上を観測するためには、自ら光や電波などの電磁エネルギーのパルス信号を発することのできるアクティブ計測装置が必要です。計測装置が地上や大気から反射で戻ってくる信号を受け、解析することで反射した物質の特性を計測することができます。これで地上、海面、大気の情報を摘出することができます。アクティブ計測装置には主に2種類あります。レーダーとライダーです。レーダーは電波信号を使います。ライダーは光の信号を使います。反射で戻ってくる光を解析することで、アクティブ計測装置は物質の様々な特性を観測することができるんだ。核分解のアンテナは電波帯域の望遠鏡みたいに機能するんだ。アンテナの反射板が大きいほど観測できる視野が狭くなるんだ。計測装置は視野の中にある物質しか観測できないから、狭い視野は高い空海分解能につながるんだ。大きいアンテナを使わなくても、複数のアンテナを使って信号処理をすることで高い空間分解能を実現することもできるよ。これが海溝合成レーダーと呼ばれるものだね。距離。レーダーやライダーが信号を送信してから反射が戻ってくるまでの時間を測ることで、物体からの距離を測ることができるんだ。単純に物体が遠ければ遠いほど戻ってくるまで時間がかかるよ。速度。物体が動いている場合、ドップラー効果と呼ばれる現象で戻ってくる信号の周波数が変わるんだ。物体が近づいていれば周波数が上がり、離れていけば周波数が下がるよ。アクティブセンサーを使えば地球の様々な現象を高い解像度で観測することができるんだ。ただし反射してくる信号を解析するのは実は難しいことなんだ。これは電磁エネルギーの反射に影響する要因が多いからだよ。まずは様々な表面の種類が電磁エネルギーをどう反射するのか理解する必要があるんだ。この現象を散乱というよ。海面や高速道路のような広く平らで滑らかな表面は信号を鏡のように反射するんだ。逆に畑や森林のような荒い表面は拡散的に信号を様々な方向に反射するんだ。街中や森林の中のように平らな面が多くある場合は光が何度も反射して戻ってくることもあるよ。これらの要因は反射で戻ってくる信号の方角や力を変えるから、アクティブ計測装置はこれらの表面を見分けることができるんだ。